はい、ということでお正月記念の第3弾お絵かきの森やっていきたいと思います。これはみんなが描いてくれた思い思いのお正月の絵だそうです。疾走感があるよね。まあ、鳥年だからね。でっかいな、羽子いた。持ち動いてないこれ。でっかい。それではまず難易度優しいからプレイしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。やっていきましょう。鳥年なのね。鳥年です。猿の次だっけ、なんだっけ、砂漠ダチョウだっけ、砂場ダチョウ、何ダチョウだっけ、あれ鳥よ。これはもう簡単だもん。あー、ちょっと待って、あー、いや黄色だよね、それ黄色で書いてるじゃん。オレンジでしょ、それ。だって黄色、真っ黄色と分かりづらいじゃんね。これ僕だけいつも優しいじゃない気がするんだよな。多分書き手を見てるシステムが細長い。いや、細長いのあんま気にしないはい、うまい、これはうまい、うまいね、100点だよ。こうなる夢枕って怖すぎるでしょ。あれ夢枕私もでもね、一瞬夢枕ね、来たね。覗き込んでる感じがちょっと、またベイマックですね。あ、そうそう、ベイマックベアの言い直さなくていいから。あ、やべやべ、あ、まだ垣田さん、電気死すればいいと思うよ。あ、電気死か、電気死かんの。やりたい放題だし、みんなが言ったり書いてない。でっか、でっか。もっといく、消しすぎでは。あー、わかった。はい。わかんない。当たった自分もびっくり。あー、なるほどね。あー、塗りたかった全部。塗りたかった。阻止してるね毎回。ちょっと雑だよこれ。前々回と違って赤くなかったね。あー、これもちゃんと問題かな。はい、トラ。ほら。ほら。いや、まだ島書いてないから。オズマくんとユウキさんですね。オズマくん、馬って答えてるけど。はい、人工呼吸いただきました。嘘だろ。あるの。あれ、先進まないんだけど。止まっちゃった。止まっちゃった。マジなんか、全部書き途中みたいな。じゃあ、紙風船書きたかったな。あれ、色全部書けばさ、ちゃんとほら。またなんか書き始めたよ。なんか、エイリアンが気持ち悪い触覚出して、人間を乗っ取ろうとしてる演技。なんで、
何それ、キュア、AED だっけ、 AED、 そう、そうそう、それよ、 AED って頭の上に乗せないし。はい、次は難易度普通でプレイしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。ヒアゴー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 。考えるね。これ難易度普通ですよね。うん。足から書く癖あるよね。すごいね。かります。そう、私もかりますだと思う。緑くんのはやっぱりこうスケールでかく考えないと、さっきの雪女みたいなことになる。そっか。ちょっとね、なんつうの、遠目で見るというか。そうそうそう、これどこにフォーカスすればいいのかな。まだ出てきてない。出てきてないの。うん、頭が見切れちゃうんだね。そう、頭が重要じゃないから、ここ、ここね、フォーカスは。あ、背中じゃなかった。あれ、脇役だから関係ないな。消えたいのに書く。よりわかんない、よりわかんない。何これ。あのね、分かった気がするんだけど思い出せないんだよな。え、これは何。あ、全然違うわ。音符、音符、あ、違う、誰だよコサックダンスって言ってるやつ。いや、違うだった。これあって結構確信あったんだけど。あった。あ、へったくそ。足から書く必要あったか。しかもあれ、あそ、本だと思ってたもん、めっちゃ。もう正直人書かなくていいよね、あの物体だったら。自分のやつだったよね。僕はなんか歪んでる机だね。そこ気になっちゃうね。多分ね、ここが良くないの。ここが良くないの。どう。そこ。何が変わったの、今書き直したことで。あ、マジか。いや、俺は伝わったよ。よし、かい。伝わってない。目が離しそう。ちょっとあかんな、これ。あー、絶対こういうのはね。おっと、今度メガネが。これは、ひどくない？これ。あのね、こっちの人だけ。頼む。あと30秒。ブースって。ひどい。そうかも分からんけど。いや、しゃべってるじゃん。全然分かんない。頼むよ。あー、分かんないよ。秘書は全然秘書じゃないよ、あれ。いや、だってさ、ちょっとエロい感じに書くしかもうないじゃん。あ、ポエシー君の番です。ポエシー。消えた。あったね。
大友くん、あのさ、俺が描いたモアイ気に入ってどんどん使ってくるのやめて。モアイの塔って何？あ、頭刺さってるけど、なんか。え、怖い、怖い、怖い。なんか持ってる。フォーカスする場所はその赤いとこでいいのこれ？いや、全部全体で。なんかね、こんな。わかんない。国でしょ、多分サッカーの国とかじゃないの。あ、ユニフォームだよね、多分ね。違うの。あ、なんて言えばいいのかな。なんだ。アイルランド。あー、ローマ。あ、古代ローマ。これ普通だろう、難易度。なんて書いたらいいんだろうな。ロクさん、いいとこ行ってたんで、でも。まあ、国的なね。国ね。まあ、最後、テルマエローマに書こうぜ。お風呂書いてくれればよかった。あ、もっと早く書いてくればよかったな。なんだこれは。これだ。そう。うまい。うまいね。うまい。お、私の番だな。あー、なるほどね。よし、俺30点だよ。時田も0点だから。OK。OK ってない。早いなぁ。うっそ。伝わったね、今の。伝わったね。伝わった、うん、俺トップタイ。ロキさん、今現在のポイント。はい、オズマくん110点で、ユウキさんも110点ですね。トップタイ。はい、よし、まずいですよ。ストップ、いくぞ。あ、天ぷら、はい、天ぷらね。協力モードが私とポエシー。まあ任せてください。ああ、なるほど。俺これ書くわ、これ書くわ。はいはいはい。ああ、分かっちゃった。早い。マジか。今回初めてオズマくんの優勝ですかね。おお。よし。そしてまた。画面が。また止まってる。また止まってる。早すぎてさ、追いついてないね。ね、だって早すぎて、あの一瞬のうちに3つ答えてるからね。本当だ。これ数打ち当たる的な感じになっちゃってるね。はい、じゃあ今回は。オズマくんが優勝ですね。エクセレント。それでは次が最後の勝負になります。最後は難易度すべてでやってみたいと思います。最後は200点だな。え、どういうこと、どういうこと。あの、最後を勝った人が、はい、優勝だ。ああ、そういう総合的な。そうそういうのやってないから。今までのそういうのやってないんでね。戻ってきた。はい、次の、勝負は難易度普通でやっていきたいと思います。これ大妻くん、なんか戦っちゃってるけど餅つきが。お餅なのね。はい、じゃあ大妻くん準備をしてください。最後何買ったのこれ。普通ね。はい、この難易度普通でスタートです。おっと、初手柿原さんからですね。ちょっと待って、これ普通か。難易度普通ですよ。
あら、太ったなぁ。ちょっと太ったなぁ。あ、わかった。まだ言うなよ。いや、言うよ。みんな言うよ。違うじゃん。自信はあんま。いやね。いやー。これだけじゃないから。はい、長いなぁ、長いなぁ。そっちかぁ。一瞬それ思ったけども、そんな長いのペベって思っちゃった。これ結構あれだなぁ。いや、音なくてもだからな。全然違うものになっちゃった。全然違うなぁ。あ、足から書いたってことね。まあ、そうだね。これ絶対死んでるよね。つけてくださいね。違うんだよ。ちょっと待ってな。この手先重要か。めっちゃ重要。でもそこを描きたいんだろうね。折れちゃってるんだから。今日伸びてない。曲がる位置。気持ち悪い触覚みたいなの出てきてるけど。何これ気持ち悪い。腕の筋肉やばない。折れてる。おい、難しいね。あ、これあれだわ。チャンス問題だわ。お、なるほど。頑張ります。あ、待って。あ、やったー。一発目なのか。バハついてる。ついてるね。勝手についた。勝手にとか言うとなんか弱そうだったね。あー、終わった。消えなよ。ちょっと待って。狼なの？狼そんな顔四角くないでしょ。あー、なるほどね。はい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 、はい、これはねちょっと難しいかな。難易度普通の上ぐらい。あ、私もそれ持った。北風と太陽。あ、やった。あー、惜しい。ちょっと具志堅用高と迷ったんだけど。迷わないで、そことは。どう表現したらいいんだろう。まあそれ人だろうね。いや、まだ分かんないよ。あ、待て。あー、分かった。ここら辺はもうね。なんでヘビだけ出しちゃうのそこ。あーなんで。なるほどね。なるほどね。もっと髪の毛尖らせてくんないとさ。なんかね、曖昧カットって。画伯同士のペアですね。おっと、はい、私の勝ちですね。あ、画伯と同点
あ、でも画伯の勝ちになるんだな。うん、やっぱ称号の違いかな。はぁ、さすがね。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。また、別の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。